はいどうも、MK2 のまっちゃんでございます。というわけで、新年明けましておめでとうございます。はい、というわけで、動画的にはですね、2021年、もう何本か動画上がってると思うんですけども、まあ、取り溜めしてあった動画ということで、この動画がね、新年一発目の撮影になってるということでございます。ということで、今年もね、改めてですけども、MK2 チャンネルをよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日ですけども、もう毎年恒例ですね、NGT48 の公式ホームページの方でランダムで表示される NGT48 メンバー直筆のね、メンバー年賀状画像っていうものがありますけども、そちらをね、見ていこうかなというふうに思います。さあ、というわけで早速見ていこうかなというふうに思うんですが、こちらですね、ランダムでの表示になっているので、あいうえお順とか、全然関係ないランダムな、表示になっていると思いますが、そちらをね、ご了承いただければというふうに思います。はい、というわけでまずはこちらですね、安藤ちかなさんでございます。明けましておめでとうございます。2021年は20歳の私をちゃんと皆さんに見せれるように頑張りますということで、アイドルの私を見てくださいと。ということで、今年もね、意気込みを感じれる安藤ちかなさんの年賀状という感じでございますね。絵も可愛い感じになってますね。続いてこちらが荻野ゆかさんでございます。2021年明けましておめでとうございます。今年1年幸せな年となりますようにということで、こちらもね、ワンポイントで牛のイラストがね入っております。さあ、そしてこちらは NGT48 加藤みなみさんでございます。もうあと1ヶ月ぐらいでね、卒業ということですけどもね、最後まで、全力で走ってくれるんじゃないかなというふうに思うんでね、応援していきたいなというふうに思いますよね。はい、というわけで2021年明けましておめでとうございます。いつも応援してくださる皆様が笑顔で元気に過ごせる1年になりますようにということでございます。加藤みなといえばね、画伯のイメージが強いですけども、がっつりね、こんな感じでイラストも牛っていうのがわかるようなイラストになっててですね、ちょっと絵が成長しちゃってるかな、みたいな風にも感じましたね。さあ、続いてキャプテン、門ゆりやさんでございます。明けましておめでとうございます。ということで、今年は劇場5周年、より一層皆さんに愛されるグループになれるよう頑張りたいと思います。ということで、キャプテンらしい意気込みのこもった年賀状という感じですかね。続いてこちら、古舘葵さんでございます。明けましておめでとうございます。今年はファンの皆さんと一緒に成長して大きくなりたいです。たくさん笑うぞ。今年もよろしくね。ということでございます。こちらね、ワンポイントでブロッコリーの絵も入ってるというね、いかにも葵ちゃんらしいというか、そんな感じでございました。さあ、続いてこちら、古澤真奈さんですね。明けましておめでとうございます。今年も皆さんと一緒に笑顔でいっぱいの一年にしたいです。幸せに過ごしましょう。ということでございます。続きましてこちら、佐藤海里さんでございます。明けましておめでとうございます。ということで、シンプルにですけど、カラフルに仕上げてますね。2020年大変お世話になりましたということで、2021年も NGT48 をよろしくお願いいたしますということでございます。さあ、続いてこちらが三村日野さんですね。ハッピーニューイヤーということで、明けましておめでとうございます。多くの方を笑顔にできる1年を過ごせるよう頑張ります。今年もどうか見守っていただけると嬉しいですということでございます。さあ、続いてこちらが山田農恵さんですね。ハッピーニューイヤーということで、こちら、ノエピーと書いて、スキピと読むよとか、2021年はもうとうんざりさせるほど一緒に笑いましょうということでね、ノエピーらしいというか。で、すごい絵がうまいですよね。これ年賀状でもらったら嬉しいでしょうね。さあ、続いてこちら、寺ひなですね。寺田ひなさんでございます。明けましておめでとうございます。2021年ということでね。牛のイラストと、牛が2021年と喋ってるって感じですかね。今年の目標は皆さんにたくさん笑顔になってもらうこと、あとちっちゃいもんクラブでたくさんいろんな仕事が、いろんな活動がしたいですということでございます。そしてこちら、諸橋ひなたさんですね。明けましておめでとうございます。2021年素敵な年にしましょう。よろしくお願いしますということで、ね、もう諸橋さんといえばですけどね、絵がうまいでだいぶね話題になりましたけども、今年もね、その絵のうまさも活かしつつ頑張ってほしいなというふうに思いますよね。さあ、続いてこちら、村長さんですね。小越遥さんでございます。明けましておめでとうございますということで、今年もよろしくお願いいたします。嬉しいことがたくさんできるよう頑張ります。私も自分とファンの方を、信じて進みたいと思いますと。阿弥陀くじということでね、阿弥陀くじも入ってますけども、まあこれね、ちょっとしたゲームも楽しめるというね、村長らしいというかね、そんな感じでございます。さあ、続いてこちら、小熊つぐみさんですね。
2021年ハッピーニューイヤー2021ということで、今年はさらにもっと みんなと思い出を作りたいです、素敵な一年になりますようにということでね、つぐみんらしい可愛い年賀状ですね。さあ続いてこちら、小宮山沙羅さんでございます。明けましておめでとうございます。今年も自分らしく成長できる一年にできるように頑張ります。今年もよろしくお願いいたしますということでございます。続いてマッシーですね、マシモカホさん、ハッピーニューイヤーということで、今年も皆さんと一緒にたくさん笑顔になれますように、活躍するぞということで、何も見ずに描いた牛です、下手かもということで、ちょっと牛というよりは猫っぽい感じがしますけどね。はい、まあなんかこれも可愛い、そんな感じのイラストになってますね。さあ続きましてこちら、聖司玲奈さんですね、2021ハッピーニューイヤーということで、いつも応援してくださる皆さんの支えがあったおかげで5周年を迎えることができました。2021年も NGT48 をよろしくお願いいたしますということでございます。これすごいね、あのイラストなんですけども、後ろに牛って入ってるんですよね。これよく考えられてるなっていう感じですよね。続いてこちら、ガタネーですね、西方真里奈さん、明けましておめでとうございます。2021年、もっと好きになっていただけますようにということで、ガタネーらしいね、可愛い年賀状になってるんじゃないかなというふうに思いますね。さあ続いてこちら、西村奈々子さんでございます。明けましておめでとうございます。2021、素敵な一年にしましょうね。私はなんと今年年女ということで、なんだかいいことがありそうな気がします。嬉しい、やったということで、たくさん思い出作っていきましょう、私も頑張りますということでございます。続いてこちら、川越さあやさんでございます。可愛いイラストになってますね。2021ということで、こちらが全部牛のイラストになってると。明けましておめでとうございます。今年も皆さんと幸せな一年を過ごしたいです、よろしくお願いしますということでね、今年は、よりね、弾き語りのパフォーマンスっていうところもね、劇場公演でも見れたらいいななんていうふうにも思いますよね。さあ続いてこちら、曽我部ゆめさんでございます。ハッピーニューイヤーということで、今年は俺だぜということで牛が書いてありますけども、本年もよろしくお願いいたしますと、シンプルながら、可愛い年賀状になってますね。続いてこちら、大塚ななみさんでございます。楽しいことがぎゅっと詰まった一年になりますように、20歳の一年も全力で頑張りますということでね、はい、こんな感じの年賀状でございました。さあ続いて、こちら、中江里香ちゃんですね、明けましておめでとうということで、年女なんだけどウケることよろだよということで、リカちゃんらしいというかね、はい、そんな感じの年賀状になってましたね。こちら、あゆ太郎、中村あゆかさんでございます。ハッピーニューイヤー2021ということで、2021年もっと NGT のことを好きになってね、あゆ太郎ちゃんよりということで、明けおめことよろということでね、まあ新年一発目からね、ゲーム配信もめちゃめちゃ頑張ってましたけどね、この調子で、あゆ太郎独自路線でね、頑張っていってほしいなというふうに思います。続いて、みゆみゆでございます。藤崎みゆさんですね、明けましておめでとうございます。2021ということで、今年は皆さんとたくさん会えますように、一緒に夢を叶えてたくさん思い出作りましょうということでね、これサインにね、富士山も入ってますけど、これお正月に合いますよね、めちゃめちゃぴったりだなと。微妙に日の出も出てるっていうところがね、ポイントなのかなというふうに思います。さあ続いてこちら、奈良美春さんでございます。ハッピーニューイヤーということでね、明けましておめでとうございます。もうって思うくらいお仕事たくさんの一年にしてください。笑顔の日々にしましょうということで、美葉ちゃんらしいというか、はい、絵もね、美葉ちゃんのキャラクターが描いてあるものになってますね。日下部愛菜さんでございます。明けましておめでとうございますということで、2021年は2020年よりももっともっと皆さんにたくさん笑顔になれる時間を過ごせますようにということでね、短い文章ではありますけども、ものすごくね、思いのこもったメッセージなんじゃないかなというふうに思いますね。続いてこちら、富永優さんでございます。明けましておめでとうございますということで、今年は結果が出せる年にしたいです。皆さんもっともっと愛してもらえるように頑張りますということでね、もう新年一発目から嬉しいお知らせがありましてね、新しい CM も完成してね、お披露目になったということで、今後より一層ね、活躍の場が増えてくるんじゃないかなというふうに思うんで楽しみですよね。さあ続きまして、本間ひなたさんでございます。明けましておめでとうございますということで、今年も NGT48 のみんなと楽しい一年にしたいです、よろしくお願いしますということでございます。続いてこちら、津島ゆな子さんですね、明けましておめでとうございますということで、牛柄になってますね。2021年もよろしくお願いします。20歳になるので大人の女性らしく頑張りますということでございます。はい、というわけでね、足早に振り返ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。見逃した方もいるんじゃないかなというふうに思うんでね、まとめて動画にできたのが良かったんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、今の撮影時点だとまだまだ自分も
新潟に帰れるのはね、先になりそうだな、なんていう、風に思いますけども、もっと今の状況がね、早く落ち着いて、CD も出してほしいですし、あとは公演も、ライブも、あとはイベントも、そして、もちろん握手会もね、できるようになるといいな、なんていう風に、願望ではありますけどね、思っておりますけども、NG48 がね、より一層活躍してるのをね、自分も一ファンとして見たいですし、自分たちもね、このチャンネルで、その様子をどんどん紹介できればいいなというふうに思ってるんでね、その辺も楽しみだなというふうに思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。こんな感じでね、 NGT48 の動画はもちろんですけども、48グループ、坂道グループの動画もどんどん動画上げていきますんでね、ぜひチャンネル登録していただいて、動画が上がるのをお待ちいただければなというふうに思います。はい、というわけで新年一発目、撮影という形でしたけども、これからもね MK2 チャンネルよろしくお願いしますということでね、こんな感じでね、この動画終わりにしたいなというふうに思います。というわけで今回この辺で終わりにします。どうも、まちでした。